稽古長い夫は技不足で、この前、ちょっとすみません、今日はあの持ってこないですね。この前のやつなんですか。ここにあるかも。あ、そこに、ね、ありましたね、これですね。この前の、あの中央厚労新社から出てる、文春です。失礼しました、文春です。文春で稽古長い夫技復帰寄せという本なんですが、2年にわたる雑誌掲載の連作集のようですが、はい、後での明かされる音四郎の不自由になった足の理由、宗次郎が渡した絵、おひさの初恋、大きいゆえ縁遠いと思われるおみつの縁談話など、第一話を書いた時から構想はあったのでしょうか。こう最初の構想ってどういうことですか。ですね、これは率直なところを言うと、第一話を書いた段階では本当に続きも書かせてもらえるかどうかわからなかったんですね、うん、だから多分にコミックスのようなあるじゃないですか、先にキャラクターを、はい、キャラクターだけとか、先にキャラだけ作ってくる。そうですね、で漫画家さんがよく言われるように、連載取れるかどうかわかんないけどとりあえず第一話書いてみたみたいな、そういう感じで始まったので、実はかなり後から考えました、第一話書いちゃってから。で設定だけは、その足の不自由になった元役者の綺麗な女方が、第二の人生として音楽の師匠になる、お三味線の師匠になるっていう、そういう話は考えてて、だからこれも元ネタあって、私の大好きな初明子先生と漫画家さんがいらっしゃるんですが、その初明子先生の瓜生童話っていう骨董屋さんが舞台になっている漫画シリーズがあるんですけど、あれが大好きで、私よくあの中からキャラクターをいただいて、ちゃんと本が出ると初先生には「先生、ここのここからいただきました」ってご報告のお手紙を書くんですけど、でこれも実はこの音四郎さんはそんな中のお一人です。だから元の絵は私の中では初明子先生の漫画の絵から撮っています。ただ質問のあった、全体の構想、はい、それは後から一生懸命考えました、うん、足が不自由になった理由は漠然とちょっぴり BL 入ろうみたいなちょっと BL 入れよう、 BL ね、せっかく女形だし、ちょっと BL っぽくこうっていうところがプラスと、うん、あと大きい女の子っていうのがすごく可愛いっていうのはおみつさんで描こうと思っていたのと、あとおひささん、これはそんなにって言われちゃいますけど、おひさは私の分身です。そっちぐらいの頃だから。どんな人ですか。ですね、結構恋愛では痛い目に遭う痛い目に遭い、痛い目に遭う中で、私は芸道でやっていくんだっていう、なるほど、学を持って成長していく女師匠にしたかった。であんまり作品の中で自分を投影しない人ですよね。そうですね、多分初めてだと